リーデは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ヌフェルデン軍に属す、マチソンである。テディンクハウゼンの西、ブレーメントブルーフハウゼンフィルゼンとの間に位置し、ブレンダー、エムティンクハウゼン、テディンクハウゼンと共に、ザムトゲマインでテディンクハウゼンに属す。自治体としてのリーデには、リーデ、ハイリンゲングルーフ、フェルデの集落がある。 リーデという名前は、ベーザー川沿いの谷間にある砂地の平地に位置することに由来する。こうした土地の北端にリーデは建設された。1058年に初めて、ライドとして文献上に記録されている。リーデのゴシック建築の聖アンドレアス教会は1270年頃に、レンガで建てられた。この町は以前は、旧グラーフシャフと宝屋群の一部であった。 1972年にリーデとフェルデは合併して、新しい自治体、リーデとなり、フェルデン軍の所属に移された。協議会は13議席からなる。リーデの町の紋章は、中央を上下にベーザー側を示す銀の波体が貫いている。その波体の中に、葉を上向きにして広げた羊の毛刈りバサミが描かれている。波体の両側は緑地に赤い葉をつけた足が、 それぞれ一本ずつ描かれている。ありがとうございます。